こんばんは。こんばんは。今日は何かが違いますけど、わかりますか？わかんのかな。今日は何かが違うんですけど、皆さんお気づきですか？でもな、これあれだな、親知らずじゃない、どこで抜けたいんよそれは。ほくろの位置は違う。何、違う、見た目じゃないんです。みんな見た目ばっかですね。何もヒント出してない。正解は端末が違うでした。じゃあ、あんまりわかんないもんなんだね、こういう、違いはないんだ。なるほど、すいません。わかるかー、だって、そうだよね。いや、でもほら、画質が落ちたなのか、いいのか、なんだかなんだかないわけ、ないわけ、ないのか。はーい、ないということで。でもなんか、わかんないけど、画面がでかいからね、iPad で配信すると。なんかボケてるような感じするんだけど、気のせい。画面をめちゃめちゃに指で拭くっていう作業したけど、どう？ボケてない？画質いい？逆に？あ、嘘、変わんない？あ、そう、あ、そう、じゃあいっか。画質落ちた？落ちた？わかんない、人によりけり。私もなんか画質落ちたのか、自分の目が悪いのか、何なのか。ボケてない？ちょっとだけ直させてもらって。いや、わからんわ、まあ、いっか。あのね、画面が大きくなったからコメントも全部さらにあっちにある気持ち。なんかちょっとコメント遠いなって感じだわ。逆、なんかやっぱ逆の方がいいかもしれない。このいつもの端末の方がなんかなんだろう、見られてる感じが強い。見られてる感じが強く感じます。あばばばばば、うん、なんでだろうね。ね、じゃあ今日はさよなら、さよならモーリーさんってみんな略してなんて言ってるんだろう。モーリーさんかな。モーリーさんを見ていきたいと思いますって、なんか全然違う意味だよね。元カレですで足怪我したんですけどって、元カレですも元カレって略すからさ、元カレのせいで足怪我したんですけどって言うとすごい危ないこと言ってるみたいじゃない。そう、一回あったのよ私、足痛くなった時に、多分元彼のせいなんですって言った時にボソッと、あれ今の言葉なんか危な、違う意味じゃないって思いました。だから何、だからよし、今日はさよならモーリーさんを見ていこうという配信です。この配信は違うわ、毎週木曜24時59分から日本テレビで放送される AKB48 のバラエティ番組、番組放送直後から Hulu、TVer で見逃し配信、日付またいで本日金曜ショールームにて番組と、違うな、これ絶対違うな、番組ハッシュタグはハッシュタグ AKB さよならモーリーさん、そしてプレゼント企画説明、またこの配信を記念したプレゼント企画も実施いたします。本配信のランキング上位3名様にはさよならモーリーさんのスタジオで撮影した撮り下ろし集合写真を私のサインが入った台紙とセットでプレゼントしちゃいます。最後までぜひ配信をご覧くださいということで。今日の放送、昨日か、昨日の放送は何だったっけ、ここはねフリートークなんです今、フリートーク、何だ、あれですね、
アワードみたいな感じでしたっけ、ランキングみたいなやつですね。ランキングです。ランキング、自分もねもちろん投票してるわけですよ。全然覚えてないんだけども、収録の思い出話、とりあえず見ていきましょう。よし、私は TVer で見るよ。もう記憶がないんですよ。いつ待って、サイレントがあるよ。1位じゃん、 TVer 見たい。サイレントの同時視聴したいね。違います、この番組は AKB さよなら毛利さんの同時視聴配信です。番組に対する意気込み、意気込み、もう終わったんでね。意気込み、頑張ります。今後番組でやってみたいこと、平和なことやってたいですね、はい、番組でどうやったら目立てるか作戦会議って書いてある。番組でどうやったら目立てるか作戦会議って書いてあるんですけど、とりあえず台本じゃなくて、どこにあるの？検索だ。久しぶりすぎて忘れちゃう。待って、違う。さよなら毛利さん、あった。はい、見ます。みんな見るよ。ちょっと待って見るよ、見る。信じられないぐらい絡まってる。なんで、よし、見るよ。再生ボタンを押そうとしているとこまで来ました。片耳でね、片耳の時ってあるじゃないですか、なんとなく片耳だけつけようって時あるじゃないですか。私は絶対左をつけます。いらん情報を入れていこう。はい、見ていきます。え、何これ、アンケートだって。ちょっとアンケート答えないといけない。なんで、なんで、これアンケートやなくてもよかったりする。なんでアンケート、待って、アンケートやだ。え、アンケート出さないとダメだ。あ、いけた。はい、始まりました。空気にできることはもっとある。ダイキンは目に見えない空気の可能性を見つめています。例えば酸素を増やすと体力が回復する、二酸化炭素を減らして集中力を上げる、さらに気流、気圧、湿度もコントロールすることで新たな価値を作り出しています。空気で答えを出す会社、ダイキン。ちょっと CM が続いてます。ちょっと待ってください。今のは実況じゃないです、読み上げですね。次のドラマだ。
始まりました。いつしたこの収録。した。実況か。一緒に見るんだから同時視聴だけど、ここに持ってきたらいいんじゃない？視線。ネトラボっていうサイト？ダンス上手いですよ。うんうんうん。これ怖いよね。誰、どこまでが答えたのか教えてほしい。どこまでが大人のどこまでが。イエーイ。ね、不満がね、うんって思いながら、え、うわ、カラーが登場して、え、本当だ、Mステ見たい。無音でMステもついてるの。だってミスター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 やるんだよね今日ね。とりあえず見てまーす。録画はしたから M ステ。うんうん。ライブバイストメンバー千代さんと下堀さんの絡みがめっちゃ好き。私はアンケートを誰書いたか、多分ズッキーに入れました。多分め、待ってね、今日もいましたよ、ヘアメイク王さんは。いつもヒーをメイクしてる方ですよ。このイニシャルで分かる人も、ヘアメイクさんとかなら分かるんだけどね。あの方か。てんてんてん。マネジメント、ちょっと待って、マネジメント部 H さん誰だろう。 H がつくマネージャー誰だろう。誰だ H さん、 H、 まあでも分かんないんだよな。あー、誰だろう。ゆりさんで一回さ、あの LINE 見たら名前分かる。またマネジメント部 H さんだ。絶対同じ人じゃない。 H さんってそんないるっけ。H がつく名字教えて。名字、名字で出てこないんだけど。誰だろう。本当の名前だ。多分ヘアメイク王さんでもう多分。ははあ。待って、あの人名前なんだっけ。
あーみんなが出してくれる名前の中にあーはーあー待って名前なんだっけ、エリー、待っていなくない、エチさんって誰だろう、マネージャー T さん、 T さん、 T は何あ待って今答え分かったかも、待って、この人分かった、あ、この人分かった、この人社長室 H さん、これ分かったかも由紀さんはもうね、殿堂入りです。この企画をぶち壊すこと言うんだったらもう別に殿堂入りですんで、フM さん誰だろうここのくだりもおもろい、それな、面白かった、これと笑ってた、ここ社長室って部署がすごい、確かに社長室っていうのかな、何ダンスがうまい、私ゆりさんだったかな、ゆりさんに入れた気がする、ちょっともう記憶が記憶が分かんない記憶が改ざんされてる可能性あるけど、多分ランちゃんめっちゃ金髪目立つねこのアンケート自体がね、メンバーも投票してるの、メンバーも投票してないっけ、私あれと間違えてるかな、メンバーも投票してないっけ、これアンケートあった気がしたけどな、コンテンツ部 A さん、コンテンツ部、誰だろう、ねダンスが上手くないメンバーマネージャー K さん、誰だろう、ピースだってこれはこれはあざといっすな、すごいね、面白い、カリスマ性待って、マネジメント部 H さんってさっきから誰か分かってないんだよな、誰だろう、あ
近くにいて柏木さんのような女性になりたいってことは女性なんだ女性だ。あれ誰だろう。あ、やばいやばい、待って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 、やばい、あ、危ない。誰だろう、 H さん、マジで気になる、ちょっとマジで気になる、誰だろう。ひー、みかん、確かに、さっきも、CD 制作、はい、さ、あ、名前、マジで名前思い出すときってなんでこんな名前が出てこないんだろう。マネージャー K さん、カリスマ性がない。なんで？T さん誰？ちょっと待って、この早くこれ見終わってからそのマネージャーさんの連絡先表を見るのが楽しみすぎる。これはちょっとわかる。本当に似てるんだよね。なんか雰囲気が似てるんだよね、本当に。でもなんどうなんだろう。目元がすごい似てるの。だから今マスク時代でマスク、マネージャーさんずっとマスクしてるのよ。うん。なんか目元だけなんだけどすごいわかる。うん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 うんうん、ずっとこれやってない？あ、3位です、やった。マネージャーゆうさん、早く早く見たい。この人 M さんじゃないの？怖がられてんの、ウケる。なんて言っていいかわかんない。嬉しい、嬉しいのかな、頼りになるの嬉しいのかな。よかったです。大人に怖がられてる。あー、いやね、あのね、怖がられてるのかな。いやいやいや聞いてくるか
から答えてるだけなんですけどね。そうなんです、怖がられてるらしい。いいのか悪いのかよくわかんない気持ちになりました。エリーまつげめっちゃ綺麗よかった。ネトロンボアエスさんえ待って、ワイさんってちょっとマジで本当に早く、マジでこの制作 A さんももう分かる分かる、フフフ A さん、ほらやっぱなんて略していいか分かんないですよね。さよならスタッフ、そうだ、さよならさん、さよならでもないし、さよならもおり、さよもーも言いづらいしね、うんフフフ、すごいね、間違えるってよく言ってますもんね、フリーあんまりそう、あやなんさんと私あんまり絡みない、あんまり喋ったこともないです。もうおもろい、千代さんおもろい、なんやねんおもろ、多め、うん、うん、かわいい、おめぐ、ももちゃん、マロ、みんな笑ってるのかわいい、2多くね2多くね、いやいやいや、確かに、すごい、お、 CM 入った、CM 入りました、キュルキュル、何票入ったのかリアルな投票数が知りたいよね
あともう1回かな、これ書いてあるかな、え4回もある、あと2つくらいあります。 CM 長い、始まるよ。はい、後半戦始まります。スタッフが選んだ1位は、ズッキー、ラッキーズッキーです。やったー、確かに、うん、ここで邪気って言葉が出てたのか、うんうん、ネトラボネトラボ所属みたいな、そうなのよ。ネトラボ面白い。え、何位までランク？鬼プロデューサー、そうなんよ。可愛くないは嫌よ。これで邪気があるっていう、ここで邪気4って言葉が生まれたのか。CM です。あ、は始まります。早かった。笑顔が可愛くないってどんな？4人発表されます。なんか小田と喋ってた私何喋ってたんだろう。そういう意味ではだってすごいよ、やっぱりもう笑い方も流行させてくっていう。メグさん、うん、かわいい。あー確かに、確かに。ハッツのキャラクターってな、どこ？あーあこの現場見たことある気がする。ジャッキーを。あ、CM 入ってなかった。あ、もう次回予告だって。え、早い。あ、これこの間収録したやつ。終わりました。全然実況できない、やっぱり私に。
これでいいのかな。とりあえず一旦あの見ていい。え、なぎちゃん配信してるじゃん。かわいい。なぎちゃんお誕生日おめでとうってラインしよう。LINE 送ってない。私なんか基本マジで誰とも連絡取らないんですよね。メンバーと LINE をしないです。あんまり誰かと何日も続いたことないかも。会えるからは会ってからだよね。なぎちゃんどこ。なぎちゃんと連絡取ったの10月ですね。10月そんなことない。そうでした、10月。マジでそう、私本当に連絡、なぎちゃんお誕生日おめでとう。今日も可愛い。ギフト送ろう。ギフト何がいいかな。なぎちゃんにギフト送る。なぎちゃんにギフトを送るよ。でもなぎちゃんって甘いものってよりもしょっぱいものが好きなの。なんかしょっぱいものを送りたい。なんかあるかな、しょっぱいの。お菓子、お菓子、お菓子ないかな。なぎちゃんありがとう。だって待って、配信で名前あげてくれてんの。なぎちゃん、なぎちゃん何しようかな。マカロンとか持ってるの見たいな。なぎちゃんってマカロン好きだと思う？どうなんだろう。マカロン持ってるの見たことあるけど、和菓子が好きって言ってるのも知ってるからな。和菓子もいいよね。和菓子とかあんのかな。なぎちゃんがそう、そうなの、あのマカロン持って写真撮ってるのは見たい。かわいい。食べてるの見たことあるから、食べてるの見たこと、うん、あるある。だから多分食べれる。ね、そうしようかな。マカロンの写真私ちょうどさっき送ったメールで、あれ届いてる、メール前結構食べてたって。あ、本当？マギ？あ、なんかどら焼きマカロン、かわいい。でもなマカロンかな。マカロンねえ、あ、ケーキ食べてる今。かわいい。なぎってでもほんと和菓子好きな、和菓子とかあんのかな。あるあるある、生クリーム大福とかあるよ。おいしそう。和菓子なんこれって、あれ。私は洋菓子も和菓子も全部好き。もっちもち生どら焼き、誕生日祝いだって。どら焼きとかどう。なぎ、どうしても、あーでも何がいいかな。和菓子好きだよね。今でもケーキ食べてんだ。うわー、うわー、
どうしようね、どうする、どうするってちょっとみんな何がいいかな。あ、せんべいもあるよ。なぎってせんべい好きなんですよね。せんべいよくない？好きだからね。渋み、そうなの、なぎちゃんがマカロン持ってるのは見たい、見たいんだけども、いや、せんべいかな。リアルで嬉しいのはせんべい。うん、せんべい。ダメだよ、みんな報告しに行っちゃ、報告したダメだよ配信。今考えてるだけだから、なぎちゃんダメダメ。聞きたいけど確かに、何がいいって聞くのもあり。え、かわいい、かわいいね、待って、かわいい、これにしよう。待って待って、年末年始で、年末年始で年明けにしか行かないかもしれないけど、これ量多いかな、ちょっと多いかな、食べれるよねこれにしよう。決まった、なんかね、見えるかな、名前にナギって書いてあったからこれにします。ナギだよねこれナギって書いてあるし、これにしようあ、まあ年明けでもいっか、だだだだだだだ、うーん、待って、パスワードとかわかんないちょっと勘で入れます。当たってた、ハッピーバースデーの、待って、これさ違う、なぎちゃんお誕生日おめでとう配信ではない、これからもよろしくお願いします。送りましたイエーイ、はい、なぎちゃんの誕生日もお祝いできたということで、配信なん、あと何したらいいんでしたっけ、戻りますか、感想はハッシュタグ AKB さよならモーリーさんでツイートお願いしますって言われても、もうねあ、ランキングの発表、これでも待って、私もう少し配信したいんだけど、どうしたらいい、この時点で締め切った方がいい、それとも最後の方がいい、どっちがいい今3位の中に入ってる人からしたら今言ってくれよって話、どっち、どうしよう最後こういうのってね、どうしよう、これ誰かメモってくれんのかね、メモってくれんのかなね、あ、一回配信切る、あ、確かに、いきます。でも13位からランキング一旦読みます、一回確かに切るわ、じゃあ切らせてもらいます、すいません。13位、筋肉愛好家さん、
12位れっちゃん、11位香港の春マットマークお話し会楽しみ、明日明後日かな、よろしく。10位西川口春菜アットマーク格納拓造じゃねえよおじきゅん、何これ暗号みたいなんだけど何ありがとう。9位ゆうアットマークお話し会初参加、あ明日明後日よろしく。8位 M 高ありがとう。7位サイバーアットマーク SNS にコーヒーあげてるメンバー1位、確かに待ってそれしかなかったの、ねえねえねえ他に1位探してきてよ逆に、ねえねえ。6位レイナありがとう。5位笑顔になるなるヤマピョンありがとう。3位マコアットマーク長崎ありがとう。2位ケーキちゃんありがとう。1位はじめとまくメリークリスマスイブイブ2022ということで、今読んだまこさんはじめ、ケーキちゃん3人にはおめでとうございます。番組終了後1週間以内にショールームより番組特典当選のお知らせというメッセージをお送りいたしますので、ショールームの受信ボックスをご確認ください。ニックネームは連絡があるまで変えないようお願いいたします。変えちゃダメですニックネーム、メリークリスマスイブイブ2022のままで言ってね連絡があるまでね。なお特典の発送には2ヶ月ほどお時間をいただきます。え2ヶ月後とかに届くの、すごっ。2ヶ月です、皆さん2ヶ月かかります、待っててください。ということで来週以降もさよならモーリーさん、ぜひ見てください。よろしくお願いします。ということで一回切ります。